お正月の壁面を飾る場所に合わせて華やかに飾りましょう。背景の大きさは縦80センチ、横155センチくらいです。紺色の包装紙を3枚貼り合わせ、紅白の紙テープを四角く切って紙吹雪のように貼りました。下の方は金銀の折り紙を4分の1に切って交互に貼っています。梅の枝はハトロン紙の袋を破って、横に伸びる枝は太く作り、そこから上に伸びる枝は細く作りました。梅の花はお花紙を使って作っています。一輪の大きさが大人の手のひらほどあるので、小さいお子さんや高齢の方でも作りやすいです。紅白の祝い扇は赤と白の上質紙を蛇腹に折って、そこに金銀の折り鶴を貼りました。扇の要や周囲には紅白の紙テープを水引きのようにしてつけています。2023年はうさぎ年なので、真ん中に大きく干支の文字を貼り、その周りをうさぎが飛び跳ねているように囲ってみました。和服姿のうさぎが羽つきをしている様子を貼ると、保育所や幼稚園にぴったりです。和歌を書いて貼ったり、利用者の方の作品をかけたりするのも良いでしょう。準備や片付けの時には、背景の紙は巻いてすぐわかるように写真などを貼っておきます。枝は形ができたら貼り合わせておくといいでしょう。お花紙の梅の花は潰れやすいので、紙で筒を作り、その中に入れておきます。紅白の飾りや祝い扇もすぐに飾れるように形を作っておきます。こうしておくと、用意しておいた材料を使って短時間で壁面を飾ることができます。新年には華やかな飾りで訪れる人の心も晴れやかにしましょう。